宮内庁によりますと、皇太子さまは24日、37度後半の発熱があり25日朝、医師が診察したところ、インフルエンザと診断されましたこのため、25日予定されていた東京国立博物館での書道展の鑑賞や26日の不妊大使との接見を取りやめたのに加え来月1日までは公務を休み、東宮御所で過ごされるということです 皇太子さまの長女愛子さまも2週間前にインフルエンザに感染し学校を休まれていました。皇太子さまは23日に53歳の誕生日を迎え両陛下への挨拶や一連の祝賀行事に出席されていました。